いやかつデリカテッセンのサンドイッチはうまかったしだねそのあのブルダックターバンで食った朝飯はもうすっごいうまかったしあと基本なんかねあのワシントンではオースチングリルっていうところで懐かしのテックスメックス料理食ったよみんな覚えてるかなテックスメックスあの二十五歳以下の人は知らないと思うんだけども。 あ、30歳以下かかバブルの時代日本にはですねテックスメックスブームというのがあってこれはテキサス風のメキシコ料理っていう意味だよなあの。つまりアメリカ料理化したメキシコ料理というふうな意味だというふうに思うだ,だと思う俺もテックスメックスの定義正しく覚えてないんだけどもでそういうのがあったよねで俺たちその時にタコスというものを生まれて初めて食べて覚えたよなであとメキシコ風のちょっと辛いハラペーニョとかだなそういうものもやっとあの頃バブルの頃覚えたんだけども。 あのそれの料理はやっぱりいまだに。 作ってるわけだで「おおワシントンテックスメックス料理か!」と思ってあのオースティン・グリルと,いうところで予約取らないと絶対に入れませんとかガイドブックに書いてたんだけど夕方の4時ぐらいだったら行けるだろうと思ってさあらゆる博物館が4時半ぐらいで閉まるんだよね。4時半ぐらいではあの始まるこうちょうど抜けの時間に行ったらやっぱガラガラで空いててさでそこのもうんだろうなバスケットボール選手みたいな告知のでかい兄ちゃんに席に案内されてさあテックスメックス食うぞと思ってパッとメニュー見たらさいかんテックスメックスのメニューがよ 読めないといとう。もうね俺グルメな人でも何でもないからよく分かんないんだよえエンチラーダとファヒータの違いって何だっけって思ってさ <laughs> このチキンファヒータとエンチラーダと何違うのって何とかとなんとかのコンボって書いてるんだけどまあ組み合わせのことだけどコンボって書いてんだけどさその前半も分からなければ後半も分かんなくてもうチキンとかビーフしか分かんないんだよもうほとんど機内食だよチキンはビーフしか分かんないわけだよ。<laughs> とと思って、であのー、まあナチョスみたいなものとタコス料理等で頼んでいやうまかったよ本当にあのー、久しぶりのテックスベックス料理よかったよという。